森下、後ろが4番なのにめちゃくちゃビビられる。やばない。めちゃくちゃビビられててくさ。広島線本間よう売ってるイメージあるわ。ようやっとる。まあ今日というかここ最近の大山ひどいからな。にしても深刻で4番に回すって相当やで。結構球見れるから高山にはならんな。脇にせいや。来年は出塁率4割を目標に掲げてほしい逸材。しかも大山雄介の前で男まりした申告敬遠を受けてしまう。栗ちゃん森下にビビってしまう。広島に強いのか。そういえば最初広島指名の噂があったな。1年目の佐藤の OPS は抜けるかもな。規定言ってないから参考だけど。打席での風格がもう強打者特有のあれ。大山より雰囲気あるよな。調べたらやっぱ広島戦が一番成績ええな。 OPS938 やからかなり広島ファンからしたら見たくない打者ちゃうか。ガチで阪神の浅村になり得る素材。こんな逸材がうずもれていたなんてな。大山が不調だからな。だって明らかに見送り方とか強打者のそれやからな。当てに行かず強いスイング心がけてるのは使いたくなる選手やと思う。岡田、ルーキーの年の鳥谷より上。鳥谷。Y はドラフトで、こんなんいらんと言うてたけど、反省しとる。支給もかなりもらってるし相当警戒されてるわ。今週の3立ても森下のとこたからの先制ホームランで勢いつけたからな。大竹と共に広島キラーとしてアレの使者に見える。コミュニティにて、期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話など、ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。